はい、マノチです。よろしくお願いします。ルートレターやっていきましょう。まずは市街地にあるバー中村のマスターのところに行くですね。そのマスターが、大場高校出身で、多分まあ主人公のゆうたくんと同じぐらいの年齢なんじゃないかと。もしかしたら、あやちゃんの話を聞けるかもしれないですね。中村バーの前にやってくる。小さな町だからすぐに見つけられた。大人の隠れ家のような店だな。カウンターとテーブル席2つほどの小さなバー、ひげを生やしたイケメンのマスターが一人で店をやっている。カウンターには中年男性の客がいる。好きな席にどうぞ。これが同い年ぐらいの人なのかな。バーボンのロックで。旅行ですか。東京からです。島根はいいところですよ。人は優しいし、食べるものは美味しい。ええ、そうですね。いきなり話しかけてすみません。私はここのオーナーの中村と言います。そうだったんですか。雰囲気のいい店ですね。ちょっと待って、左のおっさんがマスターなの？マスターの野津くんが頑張っとるけんね。違うか。ごめん。四角か。オーナーか。オーナーとマスターは違うのか。野津くんが、あれか、多分同級生くらいか。気に入ったら通ってください。はい。ここはまだそれほど知られとらんのですが、この前、テレビで紹介されたんですよ。すごいじゃないですか。壁に貼られとるのがその時の写真です。これですね。店に貼られている写真を見る。女子アナとマスターの野津が並んで写っている。マスターと写っている女性は有名人ですか？山陰中央テレビの人気女子アナウンサーで、マスターの高校時代の同級生らしいですよ。多分これはまだ分かんないけど、あやちゃんと仲の良かった7人のクラスメイトのおしゃべりのビッチが多分そうだろうね。彼女は見た目より気が強いですよ。もしかしてマスターの恋人だとか？いや、ただの同級生ですよ。俺は日陰の男だから。日陰？どういう意味だ？ふみのあやという女性を知っていますか？知らないね。恋人に逃げられたのかい？野津くんの方に聞きたいんだよな。マスターって何か訳ありなのかな？彼は遊び人に見えるけど、実は苦労人なんだ。高校の時に父親の会社が倒産して、バイトしながら大学に通っとったんだ。そうなんだ。ところでお酒には詳しいですか？まあほどほどに。ジムビームデビルズカットがありますよ。悪魔から取り出したお酒が珍しいな。マスターが探してきたんだ。これ目利きだよ。デビルズカットを彼に。私のおごりで。わかりました。すみません、酒が出てくる。俺はジムビールデビルズカットを飲む。うまいよこの酒。そうでしょ、彼目利きだろ。私は県内にいくつか店を持っとるんだが、この店を彼に譲ろうと考えとるんだ。そうなんだ。おや、もうこんな時間か。私は帰らんと。ゆっくりしていってください。中村さんは帰っていく。多分このオーナーの中村さんよりもこのマスターの野津さんだよね。こっち側に聞かないという意味がないと思う。野津の年齢、マスターは何歳ですか？32歳です。それなら俺と同じだ。マスターは松江大場高校の出身と聞いたんだけど。そうだけど何かな。もしかすると文乃さんを知ってるかもしれないな。高校に文乃さんっていなかったかな。この子だよ。あんた何者だ。
実は彼女を探しに東京から来たんだ。マスターの態度があからさまに変わった。警戒した目つきで俺を見ている。今日はもう終わりだ、帰ってくれ。いきなりなんだよ。閉店だ、帰ってくれ。急いで店から出た。店を追い出されてしまった。マスターは文野綾の名前を出した途端ガラリと態度を変えた。あいつ何か知っていそうだ。でも今日はもう遅いから旅館に戻ろう。この2日間いろいろと調べたが、文野綾さんについては謎だらけだ。彼女を探すのは意外と難しいようだ。分かったのは、俺が手紙を送っていた人物は25年前に亡くなっていたこと、彼女が松江大場高校の出身だったこと、バーのマスターが何か知っていそうなこと、それぐらいだ。鍵になるのは彼女の手紙に書かれていた7人のクラスメイトだろう。彼らに会えれば謎が解けるはずだ。この流れだと野津さんはクラスメイトではないのか。第2章。トンボの便箋。窓の外から朝日が差し込んでくる。差し込んでいる。松江を訪れて3日目になる。俺はペンフレンドの文野綾さんを簡単に見つけられると高をくくっていた。しかしこれは思っていたよりも難題のようだ。はい、どうぞ。おはようございます。おはよう。布団を片付けに来ました。ああ、頼んだ。お客さん、遠泊でいいんですよね。あと数日は泊まらせてもらうよ。はるかさんにそう伝えてくれるかな。わかりました、伝えておきます。今日は観光に出かけるんですか。もう一度あの空き地に行ってみるよ。幽霊には気をつけてください。そんなのは現実世界にはいないんだよ。ホラー映画だとそういうことを言う人が最初に殺されるんですよね。彼女とは話が合わないな。すげえ可愛いけどね。ともこちゃん俺好きだけどな。すごい。そうだ、出かける前に天気予報を見ておこう。テレビでは女子アナが天気予報を読んでいる。今日の松江市の天気は晴れ、平均気温は25度です。この女子アナどこかで見たことあるぞ。それこそバー中村の写真の女じゃないの。いや、それなら覚えている。彼女は地元テレビ局のアナウンサーかな。山陰中央テレビで一番人気の女子アナですよ。名前は村上美咲です。どこで見たのかな。松江で出かけたところはどこですか。空港、バス、駅、電車、松江駅に、新財庵に、図書館に。バー中村は行かなかったんですか。ああ、それだ、バーにあった写真に写っていたんだ。マスターと高校の同級生だと言っていたな。あやさんのクラスメートだったかもしれないな。待てよ、手紙にはおしゃべりのビッチというクラスメートがいると書いてあったな。アナウンサーの仕事は話をすることだ。この女子アナはビッチに間違いない。女性はほとんどがおしゃべりですよ。おいおい、俺がシャーロック・ホームズばりの推理をしたのに水を差さないでくれよ。思ったことを言っただけです。そうだ、これを渡すの忘れていました。この旅館の新聞です。文字が小さくて読みにくいな。私はこれで失礼します。いやー、ともこちゃん可愛いな。あやさんからの手紙を持ってきたんだ。何か書かれているかもしれない。読んでみるか。バッグから1通の手紙を出す。2通目の手紙だな。消印は6月25日。トンボの便箋か、可愛いな。こんにちは、今日はクラスメイトのメガネ君について書きます。テストの成績は常にトップで高校一の秀才です。昨日休み時間に勉強を教えてもらいました。教え方が上手で勉強をするのが楽しくなりました。メガネ君はきっと偉い人になるんだと思います。将来ノーベル物理学賞をもらったりして、そうなったら私はそんな人とクラスメイトだったんだと自慢します。メガネ君と同じ教室で勉強したことは私の宝物です。勉強以外に趣味のないメガネ君ですが、大
の猫好きのようです。猫は古代エジプトで神の使いだったそうです。テストは運も左右するので神の使いの猫に優しくするんだと言ってました。猫グッズも集めていて、八重垣神社のおみくじについてくる金のお守り猫をもらいました。これで神様も味方してくれそうです。そういえば八重垣神社には縁を占える鏡の池があります。半紙に硬貨を乗せて池に浮かべて早く沈むと良縁に恵まれるそうです。私はすぐに沈んだのですが、一緒にやった親友は硬貨が沈まなくて不機嫌な顔をしていました。松江に来ることがあったらマックス君もやってみてください。文のあや。 PS、 マックス君は高校最後の1年に何をやりたいですか？欲しかったのはメガネよりもビッチの情報が欲しかったとこだよね。手紙ありがとう。俺にも秀才の友達がいる。偏屈者の論破です。相性が表すように議論好きで論破することに喜びを覚えている変わり者なんだ。将来あいつはどうなるのかな。うわ、考えると怖くなってきた。マッドサイエンティストとかになりそうだな。まともな音になってくれるといいけど、マジで心配だ。あいつがおかしな方向に進んだら俺体を張ってても止めようと思う。またマックスが出てしまった。鏡の池というのがあるのか。縁結びの池だけあって恋愛スポットが多いんだな。俺も効果を浮かべて、いやいやいや、高校最後の1年は学校の行事に参加したいと思っている。島根には不思議な話はありますか？俺は青春全開の返事をしたんだった。思い出すと恥ずかしくなって体が痒くなる。今日はまずは基地に行ってみよう。ちょっと俺が見たかったのは新聞を見たかったんだけどな。じゃあ移動しましょうか。通りかかったおばあちゃんが近づいてくる。おばちゃんが近づいてくる。ここになんか用事ですかね。もしかして近所の人ですか？すぐそこの家よ。ここに住んでいた文野さんですけど、今どこにいるか知りませんか？さあ、知らんねえ。あの先生、人付き合いが悪かったけん、誰も知らんのじゃないかしら。娘さんがいたと思うんですけど。おったよ、あやちゃん。文野あやさんが存在したのは事実のようだ。この辺りにのおすすめありますか？三丁目の八百屋の娘が美人よ。一応見せてみるか。この写真の子かな。そうよ、この子だったかいな。もう随分と前だけん覚えてないわ。このおばちゃんじゃ役に立たなそうだ。あなた、ここに幽霊の取材に来たんでしょ？また幽霊か。私何度か見たのよ、あやちゃんの幽霊。空き地に女の人がいただけじゃないんですか？違うわね。だって初めて見たのは洋館が火事になる前だったんだけん。ってことは25年前と15年前の間、約その10年の間に見たってことか。海野さんの家の窓に死んだはずのあやちゃんが見えたの。見間違いじゃないんですか？違うわね、何でも見たんだけん。あやちゃん机に向かっちゃったみたいだったけど、幽霊になっても勉強しちゃったのかしらね。
手紙を書いていたとか。そうそう、そういう感じだわ。死者からの手紙なんて不気味だが、うわー、大勢やな。おばちゃんは帰っていく。ちょっと勘弁してよ。この後はどこに行こうかな。彼女の手紙には八重垣神社の鏡の池に行ったと書かれていたな。行ってみますか。ああ、そっか、観光ガイド。作佐城の森の中でいいの、作佐城でいいのかな。八重垣神社に行こうかな。とりあえず八重垣神社に行きますか。八重垣神社にやってきた。出雲の縁結びの大神だけあって、きらびやか、なんていうのだろうか、分かんない、雰囲気で身の引き締まる感じがする。まずは参拝しよう。海の綾さんが見つかりますように、それと旅行中の無事をお願いいたします。調べたところで何もないよな、きっとな。移動でいいのかな。ヤマタノオロチでいいのかな。スサノオミコトがイナタヒメノミコトをかくまったとされる場所にいたんです。その後当地にて二中の神は結婚し愛を育んでいったことから縁結びの聖地として知られるようになった。これでいける。あ、考えるとか使ってみようか。神社にはいろんなものがあるな。何か調べるんだろうな、きっとな。調べるのが怪しいんだろうな。なんか緑が濃い森を進むと小さな池が現れた。ここが鏡の池だな。調べましょうか。ここに半紙を浮かべるんでしょ、効果を乗せて。数人の女性が声占いをしている。その中に仲の良さそうな2人の女子高生もいるな。15年前朝もここで親友と声占いをしていた。あやさんと親友が恋占いをする。これ妄想だろ、想像だろ。同時に浮かべてどっちが先に沈むかやらない。いいわよ、絶対に私が勝つわ。せーので浮かべてね。せーの、沈め。私の効果、沈め。私の沈んで、早く沈んで。あやさんの半紙がゆらゆら揺れて沈んでいく。やった、私のが先に沈んだ。あれ、私のまだ沈まない。どうなってるの。あやさんはどこにでもいる高校生だった。若者、お前さんはやらんかや。は？お、泉小雲。じいさんじゃない、あしの名前は泉小雲じゃ。ちょっと小雲と出会ったところで終わりますが、まあいいとこでしょう、尺的にも。はい、では、終わりましょう。とりあえず第2章に入りましたね。まあ俺のペースだと分かんないけど、だいたいこう1周クリアするのに4時間から5時間ぐらいらしいんだよね。まあ俺はちょっとのんびりペースでやってるからもうちょいかかるかもしれないですけども、まあ
18時枠にアップする動画としては尺的にはちょうどいいんじゃないかなと、まあ、多分20本いかないぐらいで終わるとは思うんですよね。はい、では、今回はここで終わりましょう。終わり、バイバイ。